ちは、長野インターネットフープと申します、はい、よろしくお願いします。今日は、長野県は千曲市に来ております、ある会場、手と手という、会場なんですけども、そこで今日上映会がありました、そこの今日司会をされた斉藤さん。はい、斉藤です。自己紹介お願いします。はい、学び場ちくまの、斉藤と申します。よろしくお願いします。ある映画の上映会が行われたと思うんですけども、はい、その辺ちょっと説明いただけますでしょうか。はい、モンストライクリー・トゥ・サクシードっていうアメリカの、高校を舞台にした、ドキュメンタリー映画なんですが、私も猛者として見させていただいたときは衝撃的だったので、これからの教育がどうなるのかっていうのを全員皆さんに知ってほしいと思って上映会をしております。実際アメリカにはああいうスクールがあるんですかね。そうですね、ハイテックハイという学校が、公立の高校としてあるよという状態です。そうすると資格としては何か高校ですかね。高校です。高校、公立の高校、誰でも入れる、いろんなこう日本ではありえないようなこう、自由な感じの環境の学校だったと思うんですけども、結構最後に進学率も高いって言ってましたよね。進学率高いって言ってましたね、はい。その辺どうなんでしょうかね。どうなんでしょうね。その子に入れる親御さんが何を持って入れられてるのかということだと思うんですけど、高校3年間をどんなふうに過ごしてほしいっていうところで、結果的に学力がすごい悪くなってるわけじゃないですよっていう最後の報告だったと思うんですけどね。なるほど、はい、でもこれからもまだ見ていかないとそれがいいかどうかわからないっていう結局映画なので、考えさせられるっていうきっかけの映画だと思います。軍隊式の、教育っていうのが古いっていうのを私はよくこれを見て気づきました、45分間どこかの教室に行って、次のクラスはどこに行ってっていうのは、工場勤務の人を増やすというか育てる軍隊式の教育なんだっていうことだそうなので、確かにそうだなって、私が思ってた教育って当たり前じゃないんだなっていうのに、気づかされたなというところですね。はい、日本の教育ってどんな、やっぱりそんな感じなんでしょうか。私たち子どもたちが子どもの時に受けてたのと、今の子どもたちが受けてる教育ってそんなに変わらないと思うんですよね。軍隊式の延長ってことでは同じなんじゃないかなと思います。大きく変わっていけてないっていうところですね。なるほど。詰め込み式とか、テストで評価するとか、そういったことがない学校ということで、じゃあ何で評価するのかなっていうか、そういう疑問もいろいろあるかとは思うんですけども、その辺はどうですか。映画でもあったように、自分が興味があったことを最後の発表に向けて掘り下げていく探究の学びですよね。探究の学びの中で三角法を知ったりとか、いろんな歴史を知ったりっていう、その周辺で学んでいくっていうスタイルがやっぱり理想なのかなというふうに思いますが、斉藤さんもお子さんもいらっしゃるんですか。はい、はい、いますね。どんなこう将来的に、育っていこうとか、なんか希望あるんでしょうか。自分らしい人生を送れるようにするための教育だと思うので、そうですね、自分の夢を持って、育ってもらう、自立するっていうところがいいのかなというふうに思います。はい、夢や希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネットをすぐと申します。こんにちは。今映画が終わりました。はい、どんな映画だったんでしょうか。その辺ちょっと説明いただけますでしょうか。はい、そうですね、教育ドキュメンタリー映画のモンストライクリートゥーサクシードといいまして、アメリカのですね、ハイテックハイという公立の学校、高校について子どもたちが、ちょっと既存の、学びとは違う学びをしていく中で成長していくことを、追った映画なんですけれども、2019年に初めて長野県で、上映されたかなと思います。はい、千曲市では4回目になります。なるほど。はい、アメリカではもう2015年くらいには入ったんですけども、日本に入ってきたのは多分2017年とかそれぐらいので、今もう日本全国全県で上映会が開催され済みということです。どうですか、反響の方はどうなんでしょうか。
そうですね、やっぱりあのドキュメンタリーということで、はい、まあ、オープンエンディングになってますので、こういうふうにしなさいとかね、うん、こういうふうにしていくべきだとか、そういうことを押し付けてくる映画ではないんですけれども、見た人が何かの気づきを得て帰っていっていただければなというふうに思っています。根村さんとしてはどんな気づきがあったんでしょうか。そうですね、私も初めて見たときに自分が受けてきた教育に疑問を持ったことはなかったんですけれども、はいはいはい、当たり前だと思っていたので、自分の子どもたちにも当たり前に自分が受けたのと同じ教育を受けて子どもたちもそういうふうに育っていくんだろうなって思ってたところが、これを見たことであれなんか違うのかもしれないってい こうざわざわっとした気持ちが出てきたことが、まあ、全てにつながっているというかね、この学びはちくまっていうのを立ち上げたのも、うん、そういう気づき、ね、それを見て、気づきを得て、はいはい、でこういうこれはいろんな人に考えてもらった方がいいなっていう気持ちから、うん、それを立ち上げたっていうような形ですね、うん、今と違うもの、変化をね、やっぱり人は恐れるようにできているので、本能的にね恐れるようにできているので、やっぱり何かこう新しいものをとかね、変化っていうものにはすごく戸惑いとか動揺とか、そういうものがね、うん、付きまとうのは当たり前かなと思います。ただ今過渡期なのかなと思って、やっぱりそういうふうに今まで百何十年と変わらなかったね、うん、教育っていうものが少しずつ少しずつ変わってきている、うん、過渡期なのかなっていう気はしています。先ほどね中学生の意見にもありましたけれども、やっぱり自分で決めるとやる気が出る、ここにゴールがあるからここに向かって自分で頑張れるっていうようなね、ことを子どもたちもやっぱり気づいてるんですけれども、そこが今の学校だとあんまり実現できないというかね、うん、やっぱり言われたことを言われたようにやらなきゃいけない、でみんな一度に同じことをやらなきゃいけないっていうところでね、やっぱり苦しいなと感じてしまう子は苦しいんだろうなと思いますね。まあ小学校から始まって今パソコンやなんかもね、早うちに、そして、英語もね、英会話とか言って、はいはい、もう小学校からやってるような時代なんですけども、そうですね、それはどうでしょうか。英語はね、もうプリスクールっていうものが、私も、そこのね、アルファベットキッズっていう、インターナショナルスクールの、はい、延長してますので、あ、そうなんですね、はい、ぜひにとは思いますけれども、うん、まあ、英語をね、学ぶっていうことよりは、その英語を通して世界を学ぶというか、世界観を学ぶというか、多文化を学ぶというかね、で、また自分と違う人がいる、自分と違う意見の人がいる、そういうものが当たり前であって、自分と違う意見の人は敵ではないっていうかね、対立するものではないっていうかね、そういう、ことも小さいうちから学んでいければいいのかななんて思いますね。まあ、言葉っていうのは本当にコミュニケーションのツールですよね。そうですね、そうだから英語を、まあ、早くから学ぶということは、そうやってね、世界中の人とも、コミュニケーションしていく機会がね、広がるっていうことでもありますのでね、うん、それはもちろんいいことだなと思ってますけどね。そういう意味ではいいことですね。そうですね、はい、今後どんな風にしていこうと思ってるでしょうか。そうですね、私たちの活動っていうのはこういう風にいろんなね気づきを得ていただいたり、今日は中学生もねたくさん参加していてくれたので、そうなんです、本当に現場の生の声を、集めてそれを届けるっていうことをやっぱり目的として活動しているところもありますので、またこういってこういったイベントをね各毎回こう企画してイベント開催して、それをまた行政だったり学校だったり保護者だったりいろいろなところに発信してね届けるっていうことをこれからも続けていければいいなと思ってます。ぜひ夢や希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。